バチコイ心理学。こんにちは、心理学男の今です。さあ、いきましょう。今日のバチコイ心理学は、機能分析行動法編エクセレント。はい、今日は機能分析心理療法というのを紹介してます。すげえマニアックそうだけどね、思ったはずだ。その通り、マニアックです。はい、何かっていうとですね、認知行動療法っていうその心理療法の中に、機能分析心理療法というのがあります。で、これはですね、第3世代の認知行動療法に分類されます。第1世代っていうのが、まあ、古典的な行動療法、ね、あのオペラの条件付けとかレスポンス作ったやつで、そこに、認知療法とかが入ってきたのが、第2世代ですね。認知療法って一緒やるよで、第3世代っていうのがそこにさらにバージョンアップして新しいの関係フレーム理論っていうのが入ってきて、で対象拡張して、やろうっていうのが、第3世代の認知行動療法。有名なところで言うと弁証論的行動療法、それからアクトなどがあります。で、その中で初期からある第3世代の、まあ、大御所というのがこの機能分析心理療法なんです。で、その機能分析療法どういったことかっていうと、まあ、結論から言うとですね、セッション内の、面接中に普段のパターンを引きずり出してそれを変えるっていうことです。ざっくり言ったけど何言ってるか分かんないでしょ。しょうがないのよ。紹介しますからね。まずこの機能分析心理療法、これはですね、ファンクショナルアナリティックサイコセラピーというふうに言われてます。で、これですね、適用は、まあ、比較的何でもいいんですけど、パーソナリティ障害の方に特に結構報告が多いです。はい、でこれがですね、日本で、ね、書籍が少ないの。うん、なんかね、他の認知行動療法のやつってパッケージって言われるものなんですけど、これ機能分析心理療法ってパッケージがしづらいんすわ。うん、機能とか文脈とか見てるから、そうですね、そこの時点でギャー、今何言ってるか分かんないから変わるって思った方もいると思うよ。ちょっと待ってください。難しいけどすごくいいんです。私これ非常に重要だと思っていて、基本原理を紹介します。まずこの機能分析心理療法というのはコーレンバーグとサイって、まあ、ご夫婦なのかなが作ったもので、両方お二方とも行動分析の、まあ、非常に優秀な方でした。でね、コーレンバーグがね亡くなっちゃったんですよね、2021年かな、去年ね。いやー、ちょっと聞いたらショックでしたけど、で、そのコーレンバーグが最後何やったかっていうと、普通の認知行動療法やってるだけでうまくいかない人たちがいる。で、子供の療育で行動分析やってる人ってすぐ分かるんですけど、週5日5時間とか8時間一緒にいるんですよ。で、それで逐一その障害を持ってらっしゃるお子さんたちをこう教育、介入しながら教育する療育っていうのをやるんです。でも大人のカウンセリングってそんなことないじゃないですか。せいぜい週に1回でしょ。だ、7日分の1時間ですよ。7日分の1時間で帰れるのか、まずここはまあ一つ疑問ですよね。そしてじゃあセラピストは何をやればいいんだ。俺たちができるのは、まあ、行動分析の発想からすると目の前の行動しか変えられないんですよ。っていうことは、合ってる時間のクライエントの行動しかセラピストは変えるができないっていう前提に立ちます。でも言われたらそうですよね。それ真っ当だと思うんですよ。ではじゃあその週に一度の1時間のこの時間で何を変えなければいけないんだっていう時に、クライエントの本質的な問題を変えなきゃいけない。それは分かりますよ。なんか言われたら確かになって思うじゃないですか。これをクライエントが変えるべき行動を臨床関連行動1 CRB1 って言います。つまりセラピストのその役割っていうのは、普段の生活で困っ
ている行動をセッション中に出してもらうっていうことなんです。これ CRB1 で出てきたらそこに介入してより適切な行動に修正する、これを CRB2 と言います。でもね、確かにそうだと思うんですよ。だってホームワークをやる CBT の方が効果があるっていうのはセッション外で行動変容があるからでしょ。ホームワークやらない CBT ってホームワークをやってる CBT 全然差が出るんですよ。効果量高いというデータがあるんです、火山術たちの研究で。だからなるべくクライアントさんに普段の問題をセッション時に出していただいて、それに介入する、そしてそれを本人が気づく、これ CRB3 と言います。でこの FAP というこの機能分析心理療法はそれをセラピストがやるっていう治療法なんです。いや言ってるとさ、へえそうなんだって思うよ。これめっちゃ最初むずいんですよマジで。なぜかっていうと、クライエントさんが普段の問題をそのままセラピストに出してくんないから。でも、ね、ここでFAPの基本的な発想なんですけれど、最初にパーソナリティ障害の方が結構適用の症例が多かったって言いましたよね。つまりそのセッションの中と外の違いはあれど、人の行動パターンって割と共通してますよね。A の場面でトラブって、 B の場面でトラブって、 C の場面でトラブったから困ってきてるでしょ。だからここでもその困るような振る舞いをしてもらう。でもね、これなんかだって考えてみてください。学校で先生の前だとか、ね、病院ってお医者さんの前で普段の出しづらいでしょ。当然出しづらいんですよ。で特にボーダーラインパーソナリティの方たちの場合は、それが問題を出さずにドロップアウトして消えていってしまいます。なのでそれをセラピストはなるべく普段の問題が発生しそうな、だけどドロップアウトしないような振る舞いをするんです。まあ例を出しましょう。久我さんが何回かやった後に遅刻をしてきた。いやすいません、ちょっとなんか渋滞しててとか言って、あそうですかって言って次回来ない、ドロップアウトしちゃうって割とあるんですけど、そういう時にいやすいませんって言った時にこちらがそこに注意を向けて、まあ、今回ね、ちょっと遅刻して、まあ、渋滞ってことですけど、渋滞だけじゃなくて、もしかしたらちょっとなんか今日来たくなかったなっていう、そういう気持ちもあったりは全くないかな、ちょっと気になっちゃってどうですかみたいな自己開示をします。この自己開示をするのがFAPのセラピストのトレーニングで非常に重要なところなんですけど、そういうことを言います。でいや、そんな嫌っていうことが、あそうですか、でもこれ私の経験なんですけれど、何回か、まあ今回5回目なんですけど、5回目くらいでちょっと遅刻してきて、で次回も遅刻してきて、その後来ないっていう方がたまにいらっしゃって、でそういう時ってなんかこうちょっと思うところ私に言えなかった、治療者に言えなかったなんてことはないかなとかって思っちゃったりするんですけど、一人ごちくだったら申し訳ないです、そんなことないですか、実はちょっと今日なんか何話いいか分からなかったんですよね、だからちょっと来るのどうしようかって迷ったんですっていうふうにその人と会うのを渋るっていう、で行動この場で出してもらうんです。でそれで、あなるほどよく来てそれ言ってくれました、ありがとうございます。でもちろんそういうことを言ってほしいんですけど、もしかしてあなた普段の生活でもこうちょっとなっていう時に今みたいにこのあまり人に言えないっていうことはあったりしませんかみたいな風に言うんですよ。そうすると、あ実は言うの苦手なんですよね、で我慢しちゃう、 ありがとうございます、でそうですね、で今までの話を聞くと、その我慢して我慢が溜まって、でそれでもうその会いたくないっていう風になっちゃうような気がするんですけれど、なんかそういうパターンがもしあるんだったらそこって我々話し合うべきですよね、だからそれを変えましょう、これ CRB2 ですよっていう風に、セラピストの非常に観察力や自己開示が必要になってくるんですが、でもこれってすごく役立つことだと思いませんか。今のは少なくともそれができな知らなかったうちはめちゃくちゃ下手くそだったんですけど、知ってちょっとなんか悔しそうな話分かるような気がして、皆さん、そしてその上で、シリーズ3、
それをクライアントさんが理解する。なんで、理解ってなんで必要だよ、いいじゃん、ここで変えればいいじゃんって思ったでしょ。ここが第三世代と言われるゆえです。第三世代の認知行動療法の基本っていうのは理論が新しくなったからっていうところなんですね。で、何の理論かっていうと関係フレーム理論っていうのがあります。関係フレーム理論っていうのはスティーブン・ヘイズたちが作った理論で、言語行動に関するものです。で、言葉のキーはこれ今ごめんなさい、すっげーマニアックだけどもうちょっと聞いて。言語行動っていうのは何種類かあって、それマンドとタクトっていうのです。マンド、デマンドとか要求の、まあ、造語なんですけど、要求言語です。例えば暑い、いやーこの部屋暑いねーって言ったら窓開けたりクーラーつけろっていう意味ですよね。暑いねー、そうだね、暑いね、さあ今日頑張るで、いやもう空気読みはってなるでしょ。だからそこで、電気、クーラーつけるじゃなくて、これも要求言語なんだけど、こうして、こういうふうに要求するマンドと言います。タクトと言います。タクトというのは、記述、観察言語なんですね。で、このタクトを使うんです。タクトというのは、もっとマニアックに言うと、ルール支配行動って本人のルールになるんですね。ルールっていうのは、その通りにするっていう、自分なりのルールを自分の中で作ってるんですよ、ね、朝食は何時に食べるとか、週に1回何々するだとか、そういうルールを言葉が作ってるんです。このあたりは、ね、専門書読んで、俺の専門じゃねえからそれごめんなさい、 でそういうルールがあるんです。でルールを本人に伝えて上書きしてんすよ。私はそういう特徴があって、人前で自分の意見を言いづらいことがあって、その結果私が苦労してるから、もうちょっと言えるようになったら私は楽になるっていうルールを作ってんですよ、言語化することで。でセッション外でもそれができるっていうのが機能分析診療なんですけど、マニアックだね、ごめんなさいね。そして勘のいい人は気づいたと思います。あれ？これ精神分析の転移逆転移っていうのに似てない？そうなんです。今私が言った治療外の問題を治療中に生起させて、それをこちらが取り扱う、これ精神分析の転移の扱いと同じなんです。ただ説明言語違いますよね。 CRB123 だとか言語行動ってことは言わずに、陰性転移、陽性転移とかっていうことをやるでしょ。 でやったこと同じですよ。例えば陽性転移でなんかクライアントセラピストは私のこと全然分かってくれないじゃないですかって言った時に、ふむふむふむ、あなたは、セラピストに分かってほしいのに分かってもらえてないっていう気持ちがしてるんですねっていうことやるでしょ。精神分析やるんですよ。でそれをもうちょっと行動療法の行動分析の言葉で説明したのが機能分析診療法です。で実はこの開発に分析サイコダイナミックな精神分析系の人たちが入ってるんです。そうなの、これ待ってください、行動分析ラディカルなのにってね、なってでも共同やってるんですよ。でも第三世って共同が多いのよ。だってさ、機能分析診療はそうでしょ。でボーダーラインのさ治療さ、ベジューコードでバーシャリニハンの治療プランそうじゃないですか。スキーマ療法だってそうですよ。行動療法家と精神分析たちが一緒に出て作ってんのよ。これもそうなんです。だからもうね、なんかそのドンパチやらずにさ、こう現場っていうか最先端でタッグ組んでんすよ。日本なんすかこのわけわかんない喧嘩みたいなことしながらとかやろうってちょっと思ったりするんだけど、でももうこの動画を見てるそのね、感染が医療に関係する方たちはそんなのどうでもいいじゃないですか。だって我々の目の前のクライアントさんのためになることをやって、その流派感のドンパチどうでもいいんですよ。だからまさにこの機能分析診療法、日本ではあまり紹介されませんが、まさに臨床をゴリゴリやってる人たちの結晶だと思うんですね。さあどうでしょう、この発想非常に今のは臨床に役立つ発想だと思います。そして今からできる
今からできる工夫だと思いませんか。書籍がね、あまり多くないんですけど、大越先生が翻訳なさった機能分析心理療法という本がありますので、もしよければそちらなどを読んでいただければと思います。さあ、どうなんでしょう、機能分析心理療法。岩田非常に大好きです。で、面白いな、もっと知りたいなとかではコメント欄に書いてください。で、バチコイって書いてください。バチコイってください。バチコイぐらいしましたから結構してるよね。なので、ぜひぜひこれからも応援よろしくお願いします。それでは皆さん、また次回、せーの、バチコイ。今日も YouTube 動画ご視聴ありがとうございます。我々はラジオで情報発信をしています。概要欄の Google フォームから我々のお便りをお送りください。そちらをラジオの方で紹介したいと思います。